学生時代に和太鼓をやっていました。高校3年最後の演奏は山で行われる結婚式の余興でした。外での演奏ということで僕もメンバーも楽しみにしていました。一回通して今日は終わりにします。そして当日を迎えました。大雨が降っていた。一応ギリギリまでは様子を見て決めると言われましたが、雨はどんどん強くなるばかり。悔しかった。ですが何もできない僕たちは顧問の先生の車で帰りました。みんなでやってきた練習やくだらなかった日々を思い出すと涙が出てきました。その時先生が言いました。まあ人生そんなにうまくいかないよ。腹が立ちましたがものすごく心に残りました。家に帰る途中の雲一つない青空に一番腹が立ちました。